四日市中央工業は先月行われた三重県大会の決勝戦で宇治山田商業を4対0で破り4年ぶり35回目の全国選手権出場を決めました今日は大会の協賛スポンサーが4中高を訪れ、定人からサッカー部の片岡空キャプテンにサッカーボールが明治から井室陽介監督にプロテインが それぞれれぞ激励とともに手渡されました全国高校サッカー選手権大会は今月28日に開幕し四日市中央工業高校は31日の大みそかに石川県代表の強豪星稜高校と初戦を迎えます。